方々を全力応援、静岡応援団あやです。今日は静岡市で今注目を集めているレンタル自転車のサービスパルクルについてちょっとご紹介したいなと思います。皆さん、静岡市のシェアサイクルサービスパルクルってご存知ですか？これパルちゃんがこう自転車を乗ってるデザインがされた自転車、街中で最近見かけること多くなってきましたよね。パルクルは静岡市内90カ所に設置された自転車をレンタルできるステーションと呼ばれる場所で、なんと最新の電動アシスト自転車を貸し出し返却できるサービスなんです。利用には携帯のアプリハローサイクリングというアプリをダウンロード登録して使うことができるんですけど、アプリからは自転車の空車情報も確認できて事前に予約ができるので、好きな時に使うことができてとっても便利なサービスなんです。そしてなんと今ならアプリからお友達紹介機能を使えば、紹介した人と紹介された人それぞれに140円ずつの無料乗車クーポンをプレゼントしているんです。静岡市内結構置いてある場所も多くなってきたので、例えばバス行っちゃったなーっていう時とか、あとは片道だけ使いたいっていう時にも利用ができるので本当に便利ですよね。パルクルは自転車もステーションもますます増えておりますので、とっても身近になってきています。そしてじゃじゃじゃん、どうですか、エスパルスファンの人食いつきそうじゃないですか。これパルちゃんがこう自転車に乗っているパルクルのデザインの非売品のマスク、パルクルにはインスタのアカウントもあるので、そちらの方をぜひチェックしてください。もしかしたらね、このねマスクのプレゼント情報も載ってるかもしれないですよ。ね、ステッカーももらっちゃいました。すごい可愛いの。ぜひぜひ皆さん、このお得なサービス利用してみてはいかがでしょうか。結構あれですね、静岡市内街中も多いですね。主なエリアは静岡市内。清水の方ってどの辺までエリアがあるんですか？清水駅から三保。あ、三保いいですね。なかなか駅から三保までって交通の便が、バスの本数も少ないですね。だから観光がてら自転車で行ってみるのも面白いかもしれない。これって本当にあれですか、ステーションならどこでも乗り捨てるって言うと変なんですけど、元あった場所に返さなくてもいい、どこでも乗り捨て OK です。それ素晴らしいですね。行って帰りね、疲れちゃったからバスで帰りたいなっていう時もね使えますもんね。行きは誰かが送ってくれたけど帰りの足がないと。ああ、そうかそうか、そういう使い方もできるんですね。そう思うと本当に片道利用って便利ですね。今までタクシーに乗るのと悩んだような距離の人たちが結構使ってくれてる。あ、そうですね、全然値段違いますもんね。大体東静岡くらいまでだったらとか曲がり金ぐらいだったら70円くらいで。嘘、バス乗るよりも安い。バス乗るんですよ。あ、それ聞いたら自転車練習しようと思います置く場所っていうのはお店とか観光地がメインなんですか？とか今は公園が多いけど、それもなんかここに置いてくれっていう声があれば、検討しておいてます。検討して、公園いいですね。公園、そういうデートの仕方もありじゃないですか。サイクリングデートね。サイクリングデート。あ、駿府城公園の周りも多いですもんね。男女比って、まあほぼ半々くらい。年齢層がそういう意味で言うと、アプリが使えてかつクレジットカード登録ができるもので、10代があんまり少なくて20代から50代。ああ、なるほど。支払いはクレジットのみ。かキャリア決済。キャリア決済。なるほど。楽でいいですね。小銭持ち歩かなくてもいいし、距離じゃなくて時間で。時間です。15分単位で70円で、最大が上限が1000円で12時間使える。それすごいお得じゃないですか。1日使っても10,000円。じゃあもう乗り放題。乗り放題いいです。やっぱデートですね。そしたらね、自転車でどこまで行けるかみたいなね、楽しそうですね。はい、ということで便利なハローサイクリングのアプリ、こちら QR コード出てるかな、こちらからダウンロードしてぜひぜひ皆さんお使いください。そしてパルクルの方ではホームページ、 Twitter、Instagram あります。そちらも概要欄の方に載せておきますので、ぜひ皆様そちらから情報をご確認ください。
そしてそしてハローサイクリングのアプリをダウンロードしたいと思われた方、こちらの紹介どこかな紹介コードを入力していただきますと140円分の乗車クーポンがつきますので、ぜひぜひそちらのコードを入力してご登録ください。